とりあえず、まさしくんが仲間になったけれども、まあ先に進んでいけばいいよね。なんか下に塔みたいなのがあるけど、あれはいけないし。あ、町があるな。町入る、とりあえず。お、入れた。パリピシティ！すごい軽快な BGM ですね。もうなんかすごい悲惨な感じな気するけど、町は。大丈夫？ここは、パリピシティ！あー、パリピシティ！パリピってんね。いいね、テンション高いね。ここはガチャですね。ここはドアの人もテンション高いんじゃないの？こんにちは。パリピシティ、ようこそ。名物の所得格差。所得のね、格差、いかがですかと。そんなこと俺に言われても困りますよ。なんかある、ここ。お、あー、豚骨醤油ラーメン。豚野郎の？ありがとう、ありがとう。武器なんかいいのあんのかな、ここ。武器屋だよ。ほうほうほう。わー、もういいの売ってる。もういいの売ってるんだけど。うわ、こんな村間さん、うわー、こんなの、めっちゃかっこいいやん。たっか。たっか。うわー、いいなー、いいなー、いいなー、まさし。まさし、いろいろ装備できすぎじゃない？お前。爪もいけんの？たまにあえて麻痺させる。あ、すごいな。パリミン、魔法の杖じゃなくてもいいんだよな。確かに。回復ヒーラーだからね。ちょっと無知、買おう。はい、あと13円でございます。すっごいお金使っちゃったね。ステッキはもう、取り上げて、よし。これいいんじゃないの？こっちの方がまだいい気がする。オッケーオッケー。でもお金がもう13円しかないので、もう何もできません。はい。ということで、まあ、いろいろあと漁るだけですね。ここ何この穴。地下室？ほう。雷のロッド！おいおい、ゲスじゃん、絶対。わー、弱いぞ。弱いぞ、意外と。いや、いらんな。いらんわ。お、歩数ボム。何歩数ボムって。なんか新しいアイテムばっかディスリーじゃない？どれ？あ、これか。あ、歩数の10分の1。え？じゃあ1万歩歩けば1000ダメージってこと？まあ、歩きまくればダメージすごいっていうアイテムか。お前は何？ええもんあるよ。わあ、お前も無知症に。わあ、そういう系か。感触玉。50、100、300、400。ほうほうほう。まあまあまあ、でもいらんな。魔法使いいるしな。何お前。モンスターがうーしてて、旅にも出れねえべ。ほう。それだけ？酒場は？酒場。おー、普通に酒場っぽいな。いぶりがっこが食いてえな。ほうほう。おー、やばい物を販売してると。それは見たね。おー、でっかい好きなトケッチな貴族のおっさんが住んでいる。ほう、いろんな情報をくれるね。あー、見ました、塔。その塔から西に行ったところの海岸には宝箱が割と置いてあった。おー、これ結構いい情報なんじゃない？闇には光だよね。やっぱり。あー、属性的な。相性ね。ほう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 。塔の西に宝箱がいっぱいあるっていういい情報をゲットしました。お、え？ピエロすっげえとこまで来てんじゃん。お前何？すっげえ移動すんのね。ここは、お、ムラムラボム。ほう、これは薬草は取れない。貴族の家みたいなのに行ってみたいんだけど、ここ上がればいいのかな？はい。あなたは？待って。わし、この世界観、合ってなくない？確かにあなたなんか三国志とかにいそうですね。なんでそれ自分で気づいたの？うわ、2000円はでかいわ。13円しかなかったからね。うわ、カジノ、マジカジノじゃん。カジノあるの？スロット出る？お、遊べるの？え、すご、え、マジで？え、マジで？スタート。ベッド、あれあれあれ。どういうことだ？ん？あ、カジノコインを持ってないってこと？もしかして。こんにちは。飲み物、え？ウォッカそのもの。パリビビールいいな。500円。いや、でも飲んでみたいわ。お待ちスペシャル。ん？あ、来た？お、酔った！今の爽快だ！え、すっごいなんか色変わってんだけど。え？色が変わったんだけど、何？お酒飲んでる勇者やだな、なんか。紹介利用につきコイン帳を発行します。あ、これでパリピコインを交換する？あ、すごいな。じゃあ、ちょっとコイン買って、100枚？ああ、 100G で100枚と。ほうほう。でこれでスロットを打つことができると。お、いいんじゃない？1でスピンでいいの？おお、はいはい。おお、当たりそうだ、当たりそうだよ。はい、当たる。うわー、200当たったの？今当たってないのかと思った。あ、1ベット100なんだ。だいぶだねこれ。お、7、あ、バー、はい
はい、全スリーしました。終わりですね。まあ、あんまりこういう賭け事はね、しない方がいいということです。じゃあ行きましょう。あとはもう上に進んでいく一方ですね。会員証。うわ、たっけ。無理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 。何それ。そんな大金持ってないわ。やっは上手自民の踊りだ。確かに。あ、そういうこと？所得格差って。こっから上すっごい綺麗だもんね。すごいガクガク。じゃあ、この街が、廃れててやばいとかじゃなくて、単純に格差の問題なんだ。悲しいな、なんか。貴族のお屋敷。ここなんかあるんじゃない？何もない。お本。これはこれは勇者様。ちょうどいいところにお越しいただきました。と南にいたと、塔があるんですが、集結していると。財産じゃなくて、この町が。財産守りたいだけやんけ。クズやんけ、お前。ほう、ぶちのめしてくれと。知らない。貴族なんだろ。違う人で、どうにかしてもらえば。お金でどうにかしてもらえば。お、なんだ？知らないって。知らないって。誰だ、こいつ。こいつ耳が悪すぎて。耳が悪いんだったらもう俺をほたっといてくれよ。ただ働き、わーい、なんでだよ。なんでただ働きさせられるんだよ、俺がよ。金をくれたらいいじゃん。いっぱいあるんでしょ？あなたは？パンもくじも食べ放題よ。マリー・アントワネットみたいなこと言いやがってよ。ほうほう、あ、ここ絶対なんかある。どこ？ここ、先、あ、何もなかった。なんもないんかい。なんもないの？本当に。なんかないの？貴族のお屋敷でしょ？なんもないの？おい、なんもないのかよ、おい。多分これ、なんかいっぱいいるんだ。ああ、仲間か、びっくりした。何に囲まれてんかと思ったわ。まさし、どんな感じだっけ？なんだか、うさんくさいおっさんだってね。はい。もう足も臭そうだした。もう口悪いね。ねえ。まあ、とりあえず、その塔に行ってみましょう。ほう。まあ、下に進んでね、南に進んでいけばいいんでしょう、きっと。塔が見えてきたけど、お、入れるね。宝箱めっちゃあるんだけど。おいおいおい、宝箱いっぱいあるじゃねえかよ。おお、敵エンカウントするんだ。わあ、なんだ、お前ら。なんだ、同じ顔がいっぱいいるんだけど。まあ、戦いますけれども。でね、ちょっとね、新しい技を覚えたんですよ。見て。アクソツ、ラッコウ、コウかな、ラッコウ山かな、悪を断つ正義の刃をぶちかますと。ね。ちょっと使いたいんだけど、TP が溜まってないんでね、一旦はちょっと使えないと。で、まあ、普通にぶん殴っていって、まあ、魔法でいいよな、さすがに。フレイム。で、こいつがね、なかなか強いのね。すっごい足が速いのよ、こいつ。素早さめっちゃ速くて、先制ほぼ取れるっていう強さ。いいね。おー、ナイスナイス。フレームで全体攻撃をしていく。で、無知になったからね、結構、まあ1ではなくなったね、火力が。それはまあまあありがたい。使えるかな？あ、使えねえわ。まあまあまあ、じゃあ次のなんか使えそうな時に使うか。マジでマサシ強い。マサシがすっごい強い。なんかな、この、あ、通常攻撃、あ、そうか、杖持ってるから、まあ通常攻撃がそれになんの？え、強い、なんだこれ？なんだこれ？なんか変なのゲットしたんだけど。え、強いな。え、通常攻撃が、水属性の全体魔法？え、めっちゃ強いやん。え、じゃあこいつもこれじゃなくて、これ持ったらあれになるとかある？いや、ないか。あの武器がそう書いてるもんね。あー。え、じゃあめっちゃいいな。え、大海原の杖すごい強いじゃん。お、魔法力きなこ。ほうほう、魔法力上がるのかな。あー、ここにも宝箱あったんだ。くっそ重い靴。え、何それ、いるのそれ。おー、防御力と魔法防御力が上がるか、素早さが1になんの。すっげー下がんじゃん。うわー、1か、1はやだなー。1かー。まあ、ゲスが持ってもいいかなって気はしないでもないけど、もともと足がそんなに速くないから。いや、やめとこう。さすがにね、スピードは大事ですよ。宝箱を開けていきましょう。おー、3000円。普通にありがてえ。普通に金は嬉しいよ。じゃあ、あと、おーっと、敵が、うわー、キュウリ軍団。すげえ、キュウリ。でも、こいつね、あんまり、体力ないから、大海原で、ね、やれそうな気がするんだけど。どうかな？うん、一撃だもんね。一撃で倒せるから、大海原で、多分やれるんじゃね？あ、やれるね。普通に楽だわ、実は。で、経験値もまあまあもらえると。ありがたいね。てか、今、謎のね、状態異常にかかってて、これの、直す手段がわからない。この、ドクロマークみたいなやつ？これ、ドクロマークが直せる、アイテムないのよ。で、そもそもこのドクロマークが何を意味してるのかがわからないっていう、この状態異常だから、何なんだろうね、これ一体。OK。
とんでもねえ爆弾。うわ、絶対強いわ。とんでもねえんだもん、だって。何ダメージよ。3000ダメージ。わー、とんでもねえわ、それは。それはとんでもねえ爆弾ですよ。この宝箱は、復活の羽。え、アホ踊りと何が違うの？完全復活とかそういう感じ？あー、全回復なんだ。はい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 。まあ、ありがたいっちゃありがたいね。なんか怪しいな、これ。絶対なんかあるでしょ。お、ここだけ色が違うのが気にならなくもない。え？気になるでしょうって思って来たため、来た人のためのコメントこれ。なんなん、何もないの？ちょっと。何が出るか。来い。スーパーマザイ。まあまあまあ、ありがたい。まあありがたい。お、宝箱がある。アメジスト。ほう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 。うわ、もうこれボスなんじゃ、うわ、ボスじゃん、絶対。一旦ね、触れて、で、まあ、セーブして、オッケー。何このスイッチ。なんで階段の前にスイッチあんの？まあ、でもスイッチ あったらやっぱ押すよね。はい。何？おー、敵。おー、不意をつかれた。あー、やばい、やばい、やばい。このギタリスト強いんだよ。全体攻撃なんだから。うわ、なんか変な状態変容されたんだけど。何？ちょ、一旦逃げよう、一旦逃げよう。何？オッケー。あー、回復できた。やった。よかった、よかった。わ、ギターがうるさい、ギターが。もう上に上がりましょう。この先、ボスの気配ありきり。先に進みますか？オッケー。あのスイッチ何だったの？あ、びっくりマーク。あ、いるやん、四天王の一人。どんな声だったっけ俺。ああ、もう覚えてねー。よく来てない勇者たち。誰だてめえだ。うわー、クソゲー、シューがするねー、顔。俺の名は暗黒中二病騎士、アダン。クントゥンつけてどる闇の戦士にして四天王の一人だ。四天王、またこいつにおいでなさったのね。クククク、勇者の時を経て、イニシエでいいのかな、こよりかな、より伝わりして、死んで弁償の力で迫れば地獄の豪華に誘ってやろう。脳がきはいいから早くかかってきなさい。来てよ。邪魔する奴を灰にするのみだ。くくく、低温の状態では詰めらぬからな。私の力で回復してやろう。もう俺マックスですよ。俺、体力全開ですよ。震えて眠れ。おぉ。中二病、おぉ、なんで顔が、顔残念すぎるだろう、お前。なんでお前のその、格好になっちゃったの？まあ、とりあえず殴っていくしかないんで、やっていって、まあ、バラン押して、まあ、これ、大流れでいいかな。必殺剣強いパンチと。まあ、強いパンチマジで強いんでね。普通に強いんですよ、このパンチ。で、滅殺弾でとりあえず切っていくと。はい、いいね。お、剣より前し、折りし剣。待って、めっちゃ攻撃する。え、非属性弱くなった。え、待って。何お前、二回行動なの？え、ハヤブサの剣でも持ってんの？マジか、ちょっときついな。どうしよう。いや、まあ、一旦、普通に、まあ、切っていくしかないよね。で、こいつはまあ、ヒールさせといて、なんか違う魔法の方がいいのかな。麻痺状態、麻痺なんないよな、多分。なんのかな。これなってくれたら強いけど、多分ならない気するな。まあ、とりあえずお前強いパンチだよ。お前は強いパンチ、もう製造機でいい。で、回復してもらって、OKOK、全回復。麻痺ってくれたらでかいんだけどな、これ。パラライズ。まあ、ですよね。出つく刃を受けよう。うわ、こういう属性弱くなった。うわー、お前、こういうのばっかしてくるやん。で、バースト。どんなんか知らんけど、初めて使う。おー、意外と火力出てる。お、雷撃斬。うわー、ちょっとこういうの、マジでお前、中二病だな。でも、それ技出るんでしょ？それで。それで技出てんだら、お前強えよ、普通に。お、く、右腕が、うずく、獲物を前にして、血に飢えているのか？おー、あ、なに？こっからちょっと、半分超えて強くなったみたいな感じですか、これ。あー、まあ、強くないな。く、く、く。おー、442、普通に。わー、絶対なんかしてくるって。絶対こいつなんかやってくるよ。わあ、どうしよう。防御なのか？いや、怖いからお前防御しちょってくれ。お前はとりあえずバーストだ。お前バースト以外使うわ。必殺剣。うわあ、なんかしてくるって。大爆発とかしてくるよ。メラゾーマとか撃ってくるんじゃないの？いいね。悪速斬。うわ、641、強い。バーストが意外とね、軽く出るんですね。お、なに？お、召喚獣にはこういう使い、なんだそれ。デルタアタック。いや、ちょっと、うおー、危ねえ。
あ、おるのお前ずっと。お前、おるの、邪魔。うわ、3匹としておるの。うわ、クソ邪魔じゃん、お前。頼む。あんまり体力ないでくれ。お前、一撃で死ね。あ、死なないんだ。普通に強いやんけ、お前。だるいなこれ。うわやれない。マジで。うわ強っ。精霊さらに出すの、アイスを唱えた。わ、だるいだるいだるい。わ、死んじゃう、死んじゃう。ファイヤー。あ、ゲス、わ、ゲス死んじゃったって。え、強い強い強い。え、何パン、何パン、パンごときが、シャシャリで酔って。うわぁ、ちょ、全体攻撃を持つからな、あいつは。あんまり、やられてほしくないんだよね、ゲスには。まあ、でも、蘇らせてあげるしかないし、マサシが誰か一人落としてくれたらいいんだけどな、とりあえず。氷やってくれ。いや、硬いんだって。これでやってくれ。オッケー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 。ちょっとは、まあ、マシになったかな。頼むよ、落ち攻めせんでくれ。雷撃残、はい、死にました。サンダーが降ってきます。いや、意外と痛いんだよな。ファイヤーももう食らいます。やばいな、これは。オッケーオッケー、赤いパンをやっと倒したけど。いや、普通にきつい。オッケー、黄色いパンを倒した。でも、なんか麻痺ってんだよな、味方。とりあえず、この麻痺を直してあげたいんだけど、そういうのはありますかね。麻痺薬とかないよね。万能薬使ってあげるかも。これで、とりあえず行動キャラ増やさないことにはどうしようもないよね。いや、死なんでくれよ。オッケー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 。で、もう魔法をお前が使って、もう全員復活させよ、みんなで。一旦。これでヘイトを分けよ。よし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 。これで、まあまあまあ、人数的にはもう有利になったんで、あとはもう時間の問題とは思うんだけどな。オッケー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 。俺か、パリミンが狙われてるし、オッケー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 。これで、まあまあ、いいんじゃないの？あとはまあ回復していって、だな。オッケー。で、リカバーで、お前は必殺剣だ。オッケーオッケー。やっと整った。やっとちょっとは元に戻ったよ、盤面が。こっからですよ。マジ、パン出すのずるいって。で、全回復してあげると。いいね。オッケーオッケーオッケー。こっからさらに援軍とかが来ない限り、もうこの盤面を覆すことは無理でしょう。ああ。もうほぼフルマックスだもん、これ。負けるわけがない。おー、マジでやんの？はぁ、はぁ。我が右腕よ、沈まれ。え、くんの？こっからまだ。いや、だるいよ、それは。それはガチでだるい。うわ、まさし動けんくなるのもだるいけど。え、マジで来る？これ。召喚してくる？どうしようかな。いや、バラン、お前はバランを召喚して、で、万能薬をとりあえず使っとこう。もう、あと1個しかないからね、万能薬ちょっと買っとこうか、今度。OKOKOK。いや、来るでしょ、これ多分なんか。絶対来るよ、なんか。さらに援軍来るのは強いよ。何が来る？あ、いや、アイスだ。え？いや、ユータだけなのか？ほい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 。おお、え？ちょっと待ってよ、マジで？右腕が、その力を解き放つ？マジで来んの？力の暴走。いや、ちょっと待ってって。マジで、おー、危ねえ。いや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 、死んじゃ死んじゃ死んだ。ちょっと今、パリミン、麻痺ってんのよ。パリミン、麻痺ってんのよ。ちょっと待って。マジか。一旦、蘇生と、もう強いパンチでやってくれ、お前のスピードで。うわ、スピード勝つの、お前が。ちょっと待って、ちょっと待って。これ、だいぶですよ、だいぶ。え、マジか。あ、麻痺治った。ナイスナイスナイス。あー、何もできねえお前。アイテムだな。回復バースト。うわー、足早いんだな。うわー、やられてた。いや、もう多分あとミニなんだよ。オッケー。行ってくれない。うわー、マジで。いや、もうこれはもう王を使っていくしかないような気がする。まさしだな。オッケー。よしからの悪徳さん行って、死なねえな。死なねえんだ。それでもまだ死なないか。悪徳使って、アイテム使って、ハリミじゃねえ。パリミンね。これ強いパンチ。行ってくれ。行かないか。オッケー、パリミンが蘇ります。いやー、なかなかちょっと終わらないぞ、これ。こっからが長いのか、これ。
魔法、どうなんだろう。いやもう撃っていくしかないよな、もう蘇らせていくしかないと思う俺も。おい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 、いいよいいよいいよ。で蘇らせる。いやでももうこの復活アイテムも結構数が限られているから、そんなに何回もできるもんじゃないのよ。あと3回、あと3回のうちにもう終わってほしいんだけど。おー、危ねえ、ナイスタイ、ナイスタイ、タイはでかい。そこでいけ、うわ、いかないか。まあ、悪速って、悪速って。オッケー、ナイス。あ、ゲスだけレベル上がらんかった。もう、マザシと3レベル差がついてるよ。うわぁ、強かったー。何バグ技って。何バグ技覚えるって何、どういうこと。アーマーブレス、ディバインブレス、すごいね。乱数剣。わ、強かった、マジで。いや、なんだ、体が止まらない。うわ、このままで虹の漬物石が勇者のものになってしまう。この虹の漬物石をここから北西に、進んだところにある天意の間で使用することにより魔の島へ渡ることができてしまうのに。わかめ、何お前、何、ありがとう、なんかいろいろ教えてくれて。ザコども、どうだっけ、ザグダムエピティーンのフレーズ、駆逐戦士面としたことですし、一旦地獄のおっさんの館に戻るか。お、戻ったの、テレポートで。ほうほう。素晴らしい。よくの塔に救う虫キャラども無事に切り捨ててくれました。大感激でございます。それでは、勇者様のますますご活躍をお祈りしますね、と。え、お金は、お金ないですか、お金。なんかくれないの、なんか。お世話になってます。お、くれないの、お金。なんかお金とかないんですか。え、やったのに、あんたは、あんた。お前も何もないの？何なんだよ、この家はよ。おい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 、まあまあまあ、じゃあ、漬物石をゲットしたと。いよいよ、ここまで来たわね。思えば、そんなに長くもない道のりだったな。ええ、あとは天の間から、魔の島に渡り、魔をかんば、なーきまでに、ただに、噛みすぎちゃったね。はい。準備を内入りにしてから行きましょう。まあ、なんとなくだけど、ここまで、ん？これまで通ってきた場所に一旦戻ってみるのもいいかもな。おー、そういうこと、なんかアイテムとかくれるかもと。封印してる扉。ああ、はいはい、確かに謎のニワトリさん。ああ、ピラミッド、確かにあったね。変な島、そんなんあったっけ。ちょっと多いね、ちょっとやれることが多いんですけど、この RPG クソ感がないよ、もう。